暑いね。今日も最高気温45度だって。暑いね。熱中症のニュースも増えたよね。農作物の被害も出てるみたいだよ。普段の生活も辛いよね。昔の夏はもう少し過ごしやすかったな。あ、雨がまた急に降ってきた。イノベーション推進体制の構築では、クリーンイノベーション推進本部、民間企業、大学、金融機関等の業種交流の場として、革新的環境イノベーションコンソーシアムを立ち上げました。この2つの組織が連携して、県全部局だけではなく官民共創でクリーンイノベーションを進める事業の企画立案や支援も行います。再生可能エネルギーの導入促進では、1、太陽光発電設備や蓄電池などの導入を支援する事業、2、デジタル技術などの先進的な技術を活用した地域マイクログリッドの構築、3、地域と調和した再生可能エネルギーの導入を促進するための取り組みなどを進めています。これらの取り組みを進めることで、太陽光や水力、地熱など資源として枯渇せず、温室効果ガスを排出しない再生可能エネルギーについて群馬県における導入を推進しています。省エネの取り組みとしては、電気使用量などを削減するため SDGs スタイルと町内の節電対策を実施するほか、公共施設の照明の LED 化などに取り組んでいます。また EG シェアを開始し、公用車をガソリン車から EV に転換することで環境負荷の低減を図るとともに、カーシェアリングの導入により県民の皆様の移動手段の多様化や観光客の利便性向上を目指しています。いかがでしたでしょうか。グリーンイノベーション推進課は、これらの取り組みを行うことで豊かで持続可能な群馬県の実現を目指していきます。